皆さんこんにちは、ラクダ不動産代表の大西です。今日は不動産コンサルタント長嶋治とラクダ不動産エージェントとともに、マンションをこれから売りたい方のために、マンションの最近の市況、これから短期的にどうなるか、そして最後に賢い売り方、損をしない売り方について解説をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。それでは長嶋さん、ざっと市況の解説をお願いします。引き続き産業化が進んでいるということなんですけども、このところちょっとこう変化があるのは、まず不動産市況って東京の都心から始まるんですね。都心3区5区ぐらいから、この流れが東京23区に波及し、そこからまた少し遅れて首都圏でいうと神奈川、埼玉、千葉に波及しっていう感じなんですよ。2013年の民主党から自民党に政権交代以降、基本的にはずっとこう上昇気象で来て、踊り場かなと思ってコロナが来て、でこれで大きく崩れるのかなという大方の予想を尻目にもっと上がっちゃってみたいな、いうような状況だったんですね。しかもこれもっと上がっちゃった時に在庫がドドドドドって減っちゃって、在庫が減るということは競争が厳しくなるということなので、一つの物件をみんなで奪い合う構図みたいなのがあったんですよ。ということを1年半2年近く多分やったと思うんですけど、このね6ヶ月8ヶ月ぐらい、東京都心部5区7区ぐらいの在庫がね、一方的なダダ減りっていうのがなくなって、徐々にね在庫が増え始めた。とは言ってもまだ可愛いもんなんですよ、可愛いもんなんですけど、これがね7ヶ月8ヶ月続いていて、このトレンドでいくんだとすると、価格的にもうちょっとすると頭打ちになるのかなという雰囲気が出てきたというところで、で今はですね、この都心から23区ぐらいにそれが波及し始めてるんですよ。神奈川、埼玉、千葉にはまだその波が行ってなくて、在庫が増えてるっていう感じではないみたいな、今そういうこうなんていうのかな、微妙なとこなんですよね。で、在庫が増えた理由は新規の売り出しがね徐々に増え始めてるんです。っていうのは一人一人に聞いたことないから分かんないけど、なんとなくそろそろ売り時なのかなというふうに、なんとなくもう天井なんじゃないかなっていう、という感じになってきたというぐらいのところです。実際ね、いわゆる業界でワニの口っていう売り出し価格と成約価格、すごい乖離があったと思うんですけど、そこがちょっと口が閉じつつないですか、23区。もちろん月によってもばらつきあるんですけども、だいたい新規の売り出し平米単価と成約の平米単価って、定常状態の時ってのは 7% から 10% ぐらいのレンジなんですけど、それがねこう微妙にこう口が閉じつつあるっていうか、どちらかというと買い手側に寄り添うような成約価格になりつつ、売り出し価格にもなりつつあるみたいな感じですね。その辺はエージェントから見てどうですか？なんかその、はい、あります？そうですね、体感値としてはもう正直価格は本当ね、リアルの今の現場の体感値はもう下がってるっていうふうに認識しています。はい、結果には当然出てこないんですけども、要は売れてるマンションだけ売れていて、どん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 売れていないマンションが増えてるっていう状況なので、売れていないマンションが制約のその価格には反映されていないっていうだけなので、実質も体感は下がっているというところなんですけど、その中ですごい大事なポイントというところで、実はデータでもこれ出てるんですけど、去年1年間のマンションの制約価格と今年この入って1月から4月までのデータを見てみると、もう下がってるんですよね、実は制約価格自体が。ということを考えた際に、どちらかというとまだ高く売れるだろうという売り主さんがちょっと粘っていてっていう状況が続いているというところなので、なるべく高く売却を目指すという意味では、他の物件から見て自分だったらいくらで値付けするのが適正だろうという見方を持つというのがすごい大事だと思うんですね。はい、不動産業者はどうしてもその売買契約が取りたいというような思いがあったりするので、多少その思惑も乗ったプラスの価格提示というのが出てきますから、もうそこを冷静に見極めて、自分が今例えば数も見て、その中で自分だったらもう一回自分の部屋を買い直すんだったらこの値段っていうところを売り出す価格の一つのポイントに捉えるっていうことが大事だと思います。もう一つね、データだと大事なところとして、制約までの期間ってどうなってる感じ？期間は正直今伸びてます。はい、去年に関してはもう売り出し開始から1ヶ月以内に制約をするっていうのが結構な数あったんですね。体感値的に言うと本当に5割以上はそんな感じだったんですけど、今は去年と同じ価格で売り出しても1ヶ月どころか3ヶ月で制約しない可能性すら出てきてる。それぐらい競合が今増えていて、同じマンションの中だけじゃなくてエリア全体的な競合、いわゆる在庫ですね、それが増えているので、買いたい方々はそこを冷静に見ている
ということだと思うんですよね、うんうん、はい、なのでなおのことを一番最初の 値付けで誤ってしまうと、うん、後々大変なことより長期化してより売りづらくなってしまうということが起きてしまうということですかね、うん、しかもなかなか売れない膠着状態が続けば続くほど業者間のデータベースを見てる不動産事業者からすると見慣れた物件みたいになっちゃう、ずっと残ってる物件みたいなことになっちゃって、はい、新しい購入者がまた月変わって入ってきてもなかなかそこに紹介されない、はい、内見連れて行かれないみたいな悪循環が起きたりしますよね。そうですね、うん、なので、まあ、そのあたりもこう考えていきますと、うん、やっぱり適正な値段をちゃんと自分で最初につけて、うん、でその後3ヶ月間に売り切る、うん、ただ今やっぱり金利が安くて、うん、まだ買い手さんにとってはこうマインドとしてはどちらかというといいマインドの方が働きやすい状況にはありますので、うん、今この時期に逆に言うと売り切ってしまう、うん、まあ、表現は悪いですけど売り逃げてしまうというんですよね、うんうんうん、それが結果的に今のこのトレンドの中で売却する一つのポイントだと思いますね、うん、そうですね、この低金利を追い風とした需要っていうパワーがまだあるうちにっていうことですよね。そうですね、なんか何が何でも買いたいって言ってもう本当に中古マンションとかそこそこいい立地で出したら10件とかガーってこう内見のやつが1日で入るみたいな熱狂から、はい、たった今はいいものがあれば買いたいっていうなんか冷静さをすごい感じる。そうですねでもこれ本当にどういうエージェントに巡り合えるかって本当ポイントでもあるんですけど、実はそのエージェントによってはまだ去年の市況感が残っているので高く売れると思っている方も実際多数いるんですよね、うん、でも今現在の足元のこの市況がちゃんと分かって見れている方であれば、うん、先ほど言ったように今皆さんが売り出している価格よりも、うん、まあ、5% ぐらいこう安く値付けして、うん、安さを演出するんだけど過去の制約から見るとまだ高いよね、うん、っていう数字のところで売り抜けるプランを提案してもらえると思うので、うん、そこの提示をちゃんとしてもらえるエージェントさんに出会うっていうのはやっぱり大事な要素だと思います、うん、そこ本当大事ね、うん、中途半端で高く出しちゃうと当然売れないから後追いで、うん、はい、常にこうタイミングを逃し続けるみたいなことになるとよろしくないですよね、はい、うん、他にこれから売り出したいと思った時に注意をしなければならないポイント、売り出し価格以外に何かありますか？まあ、価格の設定っていうのが一番大事なんですけど、うん、その後のプランニングですかね、うん、多少やっぱ最初は高かったといいんですけど、まあ、1ヶ月ぐらいです。今買いたい人を含めて1ヶ月あればある程度情報は周知されて、でもう買える人が来るか来ないかって分かりますので、多分そこでもう変えていかなければ、ストライクゾーンに変更していかなければ売れ残ってしまうと、うん、で、私先週こうプレイズのデータを見てて、1月2月よりも港区でいうと3月は価格を変えた件数はやっぱ増えてきてるんですよ。でいろんな不動産会社、大手中小の不動産会社に聞いても、山村さん私は部屋売れないから価格変えたというご提案したんですよっていうのがようやく不動産会社が動き出してると。なので最初長嶋さんもおっしゃってましたけど、ちょっと在庫も増えつつある、で売れ残ってた滞留してたものも金額を変えつつあるということなんで、これから結構いろいろ動くかなというところで、そこの流れに取り残されないっていうのが大事、うん、で売ろうとしてる人は最初チャレンジはしてもいいですけど、とにかくそこ長引かせないこと、まあ、1ヶ月ぐらいです、うん、最初のチャレンジ、まあ、状況にもよりますけどね、うん、その2ヶ月目以降はストライクゾーンに落としていかなければ、うん、本当に残っちゃうかなっていうところはあります、うん、よくそのマンション系でタワマンとかでこれから在庫が増えてくるとなおさら競合が激しくなりますから、うん、そこのストーリーっていうのはすごく大事かな、戦略のところと思ってます。その戦略っていうのは最初の段階でエージェントと打ち合わせをするというか、エージェントからそういうことって申し出てくれるものなんですか？正直にそれを言うエージェントと言わないエージェントがいるんです。だからここがすごく大事で、うん、もう毎回ご売却をお預かりしたいがために、うん、適当なこと言ったらあれですよ、うん、何でしょうね、感じのいいことしか言わないエージェントって結構多いんですよ、うん、いや大丈夫ですよ大丈夫ですよ、うん、とりあえずもうこれチャレンジしましょう、うん、っていうことだけ言って戦略なしでお預かりすると、うん、でそのパターンが売れ残ってるケースのほとんどだと思います。エージェントの方に確認する方法としては、まあ、提案は提案で分かりましたと、じゃあ実際に売れる金額どのタイミングで軌道修正したりして何ヶ月で売り切りますかっていうのをこう確約してもらうような、そんな聞き方の方がいいと思います。いや、売却をお願いするご本人の方から、はい、そうですね、本当はね、そうですね営業ミーティングみたいなそうですね、本当はエージェントからそういう点が あるべきなんですけども、うん、さっきの話のちょっとこうエージェントも本当お預かりしたい、うん、まあ、上司からも言われるわけですよ、多分、うん、ここ訪問されて行ったらもう絶対お預かりしてきなさいと、うん、そんな流れがあるので、もうこっちからどん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 そこはリンさんの方から突っ込んで詰めてもらえばと
感じですね。だからそこ一点だけポイントがあるんですけど、よくこういう話をするとやっぱりそういうことをちゃんと提案があったということで、うん、なるべく証拠に残したいって、うん、書面とかメールでもらうってケースあるんです。私それ絶対やめた方がいいと思ってて、おー、なんで？どういうふうに自分の物件が置かれるかって、この後の市況、その近隣の競合関係による部分が大きいんですよね、うん、例えばすごい、例えば1週間で10件問い合わせ来ていたものが5件に減りました、うん、その5件に減った要因がそもそも何でしょうね、情報センターが古くなっただけなのか、うん、それとも競合ですごい安い物件が出てきたかによって、うん、打つべき戦略って変わってくるんですよ。なので一発目に一番最初にこの戦略でいきましょうだけではなくて、そこを常にアップデートさせるっていうための定期的な連絡を取る機会っていうのを設けるっていうことがポイントなんですよね、はいはい、今の競合関係においてどう見えて戦略の修正する必要があるかどうかをこう日々ちゃんと、あのエージェントと売り主さんで握り合っていれば、あのおのずと成功が見えてくると思うんですけど、エージェントにだけこう意見聞きたいみたいな形になってしまうと、どうしてもその売り主さん側から見た、要はあの視聴者側から見た視線が欠けてしまって、結論からするとまたそれで売れ残りの原因になってしまったりするので、最初にとらわれすぎないってことも大事かなと思いますね。まさにパートナーとのなんていうのか、事業ですね、一つのね。そうですね、うん、その時にね、さっきあの出てましたけど、今某 NHK さんで、全然某じゃないみたいにね、嘘をつこうと思うとバーって風が吹くみたいな、そうですね、あんな感じになるといいんですけどね、皆さんが正直不動産にね、はい、なんか長島さんからこう補足的なことってありますか？売るときに気をつけておきたい、うん、あとは今後の見通しをどう捉えるかっていうのがあると思うんですけど、あの多分今一番気になるのはやっぱり金利動向で、日米の金利差がこれから開くことはもう確定してるんですよね、うん、日銀としては大規模金融緩和を維持するというふうにあの発表、今 も、うん、もそのスタンス変えてないですけど、うん、でもアメリカはですよ、5、6、7月で合計 1.75% から 2%、 8月1回休んで9、10、11も上げるって言ってるんですよ。日銀の政策は今 0.25%をでキャップするみたいな話ですよね。一方でアメリカの FF 金利が 5%、6% ってなった時にどこまで持ちこたえられるのかっていうのがあるんですね。持ちこたえられるのっていうのはあの2パターンで、一つはもう市場がこれおかしいっつって、もう一方的に金利が自然に上がっていっちゃうっていうパターンと、もう一つは日銀がもうしょうがないなと、あのイエレンさんにもお願いしたいけど、あの為替の協調介入とかやってくれないって言われちゃったから、うん、もうじゃあちょっと 0.25 じゃなくて 0.35 にする、45にするみたいな転換を始めた時ということなんですね。で、日銀が姿勢を今変えていなくても、すで、はい、に長期 の、 あの固定系の5年、はい、10年固定みたいなものは金利気持ちも上がってまして、うん、とあるメガバンクは10年固定をやめた、10年後の見通しが立てられないからっていう意味だと、聞いたことないからあれですけど、多分そういう意味だと思うんです。だから3年5年固定は残して10年消してるみたいな感じなんですね。だからそれぐらいあの金融機関の人たちもどうなるか分かんないなって言って、ちょっとこうそわそわしてる感じなんですね。 0.1%2% ぐらいだったらあれですけど、これが 0.5%1%1.5% っていうふうになってくると全然もう景色が変わってくるし、現にアメリカは 3% 台の住宅ローン金利が 5% 台、今 5.5% なんですね、固定金利だと。だから2倍ぐらい変わっちゃったわけです、うん、そうすると住宅ローンの申請件数とか、取引数が3割から4割減になった、うん、ということが日本で起こるかどうかと。ただアメリカで不思議じゃないんですけど、変わってるなというふうに思うのは、取引が3割4割減なのに、うん、製薬の平均価格は上がってるんですよ、うん、これはどういうことかというと、平均で見るとおかしいなってなるんですけど、うん、高額物件ばっかり製薬になってるって話、定額から中額ぐらいの価格帯かなのものが割を食ってて、平均で見ると価格は上がってるように見えるっていうか、うん、いうそういう現象が起きてるんですね、うん、後追いで日本もいつかそうなると思うんですよ、うん、そのタイミングが今年の夏秋なのか、それとも持ちこたえて、黒田さんの日記は一応4月だから、うん、春ぐらいまでなのかみたいな、そのタイミング待ちっていうことだと思います、うん、現にアメリカってでも、もう金利上がり始めてからあれだけ活況だった不動産市場が少し冷えてきましたからね、うんうん、まあ、実際もうローン怖くて組めないんですよね、うん、ていうかね、あの買いたい人はいっぱいいるんだけど、うん、そうですそうです、金利上がっちゃうと、うん、あの支払いが上がっちゃうとね、うん、買えないなっていう温度だと思うんですよね、買えないっていうんですね、うん、物理的にね。これはまた不動産価格
額の押し下げみたいな風にもなっていきますよね。うん、結局この10年ぐらい、うん、9年ぐらいの住宅市場の活況、まあ、とりわけマンション市場ですね、うん、を支えてきたのは、まあ、いろんな理由あるんですけど、うん、結局低金利ですから、うん、これだけというふうに言っちゃってもいいくらい影響としては大きいと思います、はい、うん、というわけでお一人ずつからですね、これからマンションを売ろうかどうしようかというふうに思ってらっしゃる方に向けて、これだけはっていう一つメッセージ、アドバイスを、いただいて締めていきたいと思います。じゃあ直江さんの辺で、長島さんで。今ですね、まさしくマンションを売ろうかなと考えている人なんですけれども、まず一番先に本当に売るべきかどうかって考えた方がいいと思うんですよ、うん、はい、不動産の結局指標って必ず波はあります。今これから下落に向かったとしても、また下落に向かった先上がることもあるわけで、うん、例えば自分のライフプランの中で売却するのは10年以内とか、もうそういう長い目で考えている方がいるのであれば、うん、この場で売らないっていう一つの選択肢あると思うんですね、うん、ただやっぱりこの3年以内に売るとか2年以内に売る、うん、もしくはもう1年以内に売りたいと思っている方々からすると、うん、この先の市況が金利の変化によってどう変わるかわからないわけですから、うん、今現状の、中で一番売れる高い価格での成功を目指すということで、うん、なるべく早く売り出す、うん、これが多分今の市況界において一番いい条件で売るというポイントだと思うんですよね。売ることをもう決めているのであればね、はい、そうですね、もう3ヶ月後に引っ越しするので3ヶ月後引っ越した後から売ればいいかと考えているのは、うん、もうその時点で市況大きく変わる可能性が今この1台秘めてますから、うん、だとしたらもう今からでも売却を始めるというような形で、うん、もう1日でも早くっていうのがこのキーワードになってくるかなというふうに思っています。はい、じゃあ、はい、そうですね、買うのか積み貸し付け買うのか借りるのか、そこのプランニングをしっかりされてからご売却どうするかって考えた方がいいと思います。その前の段階でもちろんご相談いただくのもいいんですけれども、そこの方向性がですね、ちょっとあまりにもざっくりしてるといろんなお話をしていく中でもちょっとブレたりとかするので、まずそう売るのか、ごめんなさい、買うのか借りるのかっていうライフスタイルの中でどうするかっていうのが一つと、そこをざっくりと考えていただくのが一つと、あとやっぱり、金額にはなるんですけど、僕個人的には自動車っていうのはもうですね、あんまちょっと今の段階は信用できないかなって実は思ってるんです、うんうん、というのはこれ自動車っていろんな、もう何年か前に比べるといろんなツール出てきてますけど、あれもですね、いろいろ話を聞くと多少何でしょう、金額のやっぱ操作もあるって聞こえるわけですよ、うんうん、売買お預かりしたいために本当は摘出したデータよりかちょっと上げて査定価格が出たりするようになってるとか、あとこれからもうどうやって金額が動くかもなかなか分かんない状況ですから、そういった自動査定をあえてしなくて、もう最初からエージェントに直接何社かにヒアリングして、エージェントと人なりも見て、この人のプランも見て、それで付き合いエージェントを決めると、なんかそういった流れの方が、うん、あえてその方がいいかなというふうには思ってます、うんうん、じゃあ長島さん、今の社会情勢もそうだし、したがって経済金融動向も不確定要素がものすごく大きいですよね。各国の財政金融状態っていうこともあるし、あとは今紛争もあって、はい、どうなるか分かんねえと、うん、先が正直見通せる人ってほぼいないと思うんですよ、うん、だから3ヶ月 半年ましてや1年もすると全く違った光景みたいな感じになる可能性の方がどちらかというと高いと思うんですね、うん、なのでいつ売ろうかなってタイミングがかかっている人は、うん、別に今売っても半年後に売ることを決めても大して変わらなくて、うん、だとするとその不確定要素が訪れる前にというふうに決め打ちしちゃってもいいんじゃないかなというふうに思いますよ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はショートバージョンで、ぎっちり濃密なこれからマンションを売りたいと思っている方に向けての、アドバイス、市況解説をさせていただきました。引き続きラクダ不動産の動画をお楽しみください。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。